おはようございます。ことあるです。今日は久しぶりによく寝れました。ということで10時なんですけど、ブレックファーストじゃーん。あー、おいしい。粉から入れたコーヒー、おいしい。私まだニキビパッチ貼ってた。これさ、めっちゃいいの。シカが入ってるやつ。寝てる間につけとけばいいし。すごい。治ってんの、炎症とかが。今日は、今進めてるプロジェクトと呼んでますが、飲酒についてお話をしたいなと思ってます。院に行こうと思ったのは、本当に今年の6月とか7月とかからかな、真剣に考え始めて。最初は通信にしようかなと思ったの。通信で院に行ってると間違えて、すごくなんか楽しそうで、私もやっぱなんか学びたい意欲があったから、通信で、国際系の院に行こうかなと思ってたり。でも調べるうちに、やっぱり自分の学びたいことで院を行った方がいいなと思ってきて、で、前々から調べてたんだけど、やっぱ環境学に私は興味があって、その環境学ってどういうことなのかなっていうんだけど、医療モデル？私は作業療法士として患者さんを治療して、患者さんが良くなっていく、社会に合わせて適用できるようになるっていうのが医療モデルっていうんだけど、それも別に否定してるわけじゃないし、それもいいなとは思ってるの。好きだし、作業療法が。だけど、それじゃなんか追いつかないなとも思ってるの。で、子供の数とか、その患者さんの数って莫大いるわけじゃん。私一人の力で見れる人なんて生涯決まってるじゃん。もっとこう手っ取り早くって言ったらあれだけど、大多数に向けて適用できるような社会にならんかなって思った時に、環境学っていう考え方があるの。それは障害者とかその子供とかを変えないで、社会の方がシステムを変えていきましょうっていう話なの。そこをまた詳しく私は勉強したいんだけど、なかなか日本で取り入れてるところもなくって、で、それを自分のこうメジャーというか、やってきたこととかにどうつなげるかなって思った時に、インクルーシブ教育っていうのに目をつけたの。インクルーシブ教育っていうのは、今通常級、支援学級、支援学校って結構明確にクラスが分かれて授業が進んでるんだけど、同じ場で誰でもこう勉強できるようにならないかな。それも今あるシステムじゃ本当難しいんだけど、そのためにどうしたらいいかなっていうのを考えたいなと思ったの。そのきっかけはまた話すんだけど。で、そのインクルーシブ教育を勉強するためにやっぱり院に行こうと決めたの。で、いろいろ探してたんだけど、院を。やっぱり私は医療畑出身なのね。今は福祉関係に勤めてるけど。で、やっぱり教育の世界で、通常教育の中でどうインクルーシブ教育を進めていこうかとか、誰にでも分かりやすいような授業を通していこうかっていう研究とかは結構されてるの。でもそれって私の得意とするところじゃないし、難しいかなと、考えをシェアするのも難しいかなと思って、医療、福祉、教育、このスペシャリストたちがいる大学院に行こうと思ったの。で、それが筑波大学の大学院だったの。実は前々から筑波大学の大学院には憧れがあって、作業療法の学科もあるの。そこで夜間で行けるのが筑波大学があって、行きたいなとは思ってたんだけど、ご縁でしょうね。ここに来ても名前が私の中で上がったので、これはもう絶対行きたいと思って調べたの。そしたら、
結構6月7月って他の院とかは院試が終わってたりとか、そのガイダンスが終わったりとかしてたんだけど、たまたま終わってなかったの、その私の行きたい生涯学位プログラムっていうところは。もうこれは運命だなと思って、縁だなと思って早急に進めたよね。で、いつだった9月末だったかな、ちょっと忘れた、9月上旬だったかな、もう書類の締め切りが迫ってたの。もうその時点で残りも数週間とかになってて、まあ頑張ったよね。研究計画書も書いたことなかったから、いろいろ本見たりとか、まあ、教授と連絡を取ってこういう方向で書こうかなっていうのを決めて書いて出して、で今ちょっと試験に行くまでの試験待ちなんだけど、なんか私ここまで体力が落ちてると思わなかった。昔は本当仕事終わった後に9時とか10時とかまでこう研究してたりとか、学会発表の準備してたりとか結構やってたんだけど、もう今回は仕事は早く終われるの、5時半とか本当6時とかには上がれるんだけど、まあそれまでの仕事もめっちゃいろいろあって、もう本当フル稼働って感じ、もうぎゅうぎゅう詰めにスケジュール詰めてうわーって仕事するから、こう疲れてはいるんだと思うんだけど、もう帰ってきて1時間パソコンの前に座るのがしんどくて、しかもそれ何を書いてるかって言ったら自分の志望動機だったりとか、なんだろう、その社会還元性とか難しいのよ私にとって、そのテーマが全然文字が読まなくて、もうすごいストレスだった。もう早く終わらせなきゃいけないのに、あ今日はもう1行2行ぐらいしか書けなかったとか、で試験の勉強もしなきゃいけないの、試験がもういつ出発だ、来週の水曜日とかだからもう1週間切ってるんだけど、まあ試験はもう今までの自分に託すしかないかなとも思ってて、今までの自分が勉強してきたこととか興味があって調べたこととか、それが出ればラッキーみたいな感じ。あとはあの面接みたいな口頭尋問だから、ちょっと研究のことについてはもうちょっと調べなきゃいけないんだけど、あともうちょっと頑張りたいと思います。続きはまたお知らせします。今からちょっとパソコンに向かいます。バイバーイ。